昨日そして本日の神戸参謀ホール2連戦、皆様ご来場そしてドラムゲットネットワークご視聴誠にありがとうございました。はい、5月5日ビッグバッジ愛知県体育館大会に向けて、もうね昨日今日とすごい熱い戦いが繰り広げられてました。まずはですね、愛知県体育館ブレイブゲンズ戦は、ドラゴンダイヤが挑戦者決まっております。ジェイソン・ビン対ドラゴンダイヤのブレイブ戦、そしてトライアングルは本日の、挑戦者決定戦にて、ナチュラルバイブスが、M3K を破り、ゴールドクラスの持つトライアングルに挑戦が決定。そしてですね、ツインゲットの方も、もう発表済みでございますが、近藤健吾選手に甲斐維新が挑みます。そして本日のロイヤル参謀で、試合後発表させていただきましたスペシャルタッグマッチも、決定しておりまして、大和キッド吉岡に、プロレスリングノア丸藤選手を加えたスペシャルな、タッグマッチを予定しております。組み合わせも、また、公式の方より発表あると思いますので皆様お楽しみにお待ちください。はい、もうね、まもなく、撤収時間ということでお客様もお帰りでございますが、またインタビューの方していきたいと思います。こちらの素敵なご家族に来ていただきました。今日のご来場ありがとうございました。僕ちゃんとお父さん、で、お母さんありがとうございます。僕ちゃん、お名前教えてください。ハルト君、ハルト君何歳？4歳、ハルト君4歳でございます。ハルト君はドラゴンゲット好きですか？好き。お父様もお母さんもドラゴンゲットは好き？はい。あ、お父さんの影響、ちなみにお父さんいつから見てるんですか、ドラゴンゲット？六角形のリングを。お、 P2P から逆上陸から。でもお父さんまだ若いですよね。30だから20年前ぐらいから10歳の時ぐらいから。最高にありがとうございますT2、 まずは登竜門ですからね、お父さんが見ていただいて、子供だったお父さんが30歳になってお子さんと素敵な奥さんを連れてラウンゲートのリング観戦ということで本当にありがとうございます。ちなみにお父さんの一押し選手を教えてください。エイタ。あ、エイタ選手。あ、なるほどですね。お母さんいるんですか？進む。ハルト君は誰が一番好きですか？ダイヤ、ドラゴンダイヤ。ちょっとかっこよかった？ありがとうございます。ちなみにお住まいは神戸？いや、大阪です。あ、じゃあ今日わざわざ大阪から。はい、ありがとうございます。またね、エディオンアリーナも行きます。ミヤネ屋。あ、ミヤネ屋。あれ、ミヤネさん T シャツもらった。よかった。あ、結構ね、素敵な T シャツ僕も一枚持ってますけども、ね、バラもね、あるしゴールドカスにダイヤって言ってたよね、さっき。まあその辺はいいかな。じゃあまたね、ご来場お待ちしてますんで、ぜひじゃあ今日はご家族と最後ドラゴンゲート最高で締めますんで一緒にやってください。ちなみに YouTube チャンネルは公式、チャンネル登録をありがとうございます。お父さんが大好きすぎて。ただいつもプロレス iPad で見てる。あ、 iPad でプロレス見てます、お父さんは。ということでね、ネットワークありがとうございます。はい、それではね、最後に一曲締めたいと思います。本日の参謀ホール大会、皆様ありがとうございました。ドラゴンゲート最高。はい、本日のロイヤル参謀で、試合後に私の方から発表させていただきました。この3人が残りまして、プロレスリングのは丸藤直道選手を加えたスペシャルなタッグマッチをお届けします。まさか、ね、いや、組み合わせはこれから考えますんで。丸藤さんを、まさかです。持ってくるとはちょっと思わなかったんでね。やりたい、組みたい、どっち？どっちだろうな。やりたいです。やりたい、はい、やりたい、やりたい、やりたいです。両方ともかな。両方やりたい。レフリー、レフリー、レフリー。じゃあレフリーにしかない。いや、まあ5月ですかね、本当に華やか、まあ地元近いですし、愛知県ですから、はい、まあちょっとね、スペシャルな、まあ岐阜もそうですしね。はい、まあスペシャルなってね、この3人プラス丸藤さんならめちゃくちゃ面白い試合になると思いますんで、皆さん。5.5 愛知県体育館お楽しみください。さあ、4月9日神戸サンボール M3K との次期トライアングル挑戦者決定戦、はい、私たちバイブス勝利しました。はい、さあ、しっかり勝ちにいきました。両輪なんてアマチュアことさせませんよ。その通りですよ。最後よく決めてくれました。ありがとうございます。はい、飛んできました。これで決めた。5.5、はい、
デッドアライブ、愛知県タイトルマッチ決まりました。よしよし、ゴールデンは UT も帰ってくる。フォース、いいです。お祭り騒ぎでやったりましょう。復帰おめでとう、はい、そして防衛おめでとう、ジェイソンも、はい、ダッシュおめでとうで、おうおう、もうパンパンパンとおめでとう続きでいきましょう。いきましょう、行ったりましょう、で、はい、俺たちがしっかりアライブしてやるから、ステイゴールドクラス楽しみにしとけ。おい、神戸2連戦ありがとうございました。まあ初日は自分は勝つことできず、2日目は、まあ、1対3で、まあ、明らかに自分が不利な状況でいうのは分かってましたし、厳しい戦いになるっていうのも分かってましたけども、まあ結果本当に惨めな結果に終わってしまって、で加えてシュンスカイウォーカーから次の意味の分からないゲームのセカンドステージ、吉岡さん対ダイヤさん対自分のスリーベイがあるみたいなんですけども、まあこんな自分を受け入れてくださった吉岡さんとダイヤさんにまたわがままを言う形にはなるんですけども、 D カレッジはそんな薄っぺらい関係じゃないんで、またここはもう一個だけわがままを聞いてもらいたいと思います。そしてこの戦いを乗り越えることでまた自分はドリームゲートに近づけると思うんで、まあ大事な時期に迷惑をかけると思うんですけども、福岡で試合になったらがっちり試合しましょう。そしてシュンスカイウォーカーはシュンスカイウォーカーに覚悟を見せるためにこの試合ゲームをするんじゃないんです。自分の中で変わるためにこのゲームで俺は変わってお前の前に立ってやるぞ。シュンスカイウォーカー、お前も倒すし俺は過去の自分も超える。